おはようございます。速稼塾の久保です。今日もね、10月がもう終わって、今日と明日ぐらいですか、今日もいろんな方をね紹介していきたいと思いますけども、今日紹介するのはね、やっぱり私のね、今のね毎日の日課と言ってもいい花屋龍馬さんですね。花屋龍馬さんの動画っていうのは毎日毎日ね、私の想像力をかきたててくれるのと、あとね、いやーこの方の話を聞きたいなという気持ちにさせてくれますね。トークも表情もすごくいいんですよね。だからこういう風に YouTube 作ると、あの視聴者数がね10万20万ってわけではないですし、再生数が5万10万ってわけではないんですけども、私にはすごくね気の合う人なんではないかなと思いますね。でこれ間違いでなかったら、あれなんですけども、多分この方ね岡山に住んでるのかなと、まあ私が広島県の福山市ですから、もしかしたらむちゃくちゃ近いのかなと。私昨日もね倉敷におりましたんで、結構ね頻繁に岡山行ってるんですよ。で岡山には他の YouTuber さんで、漫画系 YouTuber のねドクトルアスカさんもいらっしゃってね、すごく仲良くさせていただいてるんですけども、ちょっと岡山もねなかなか興味深いなと思いますので、山根さんいかがですか、一緒に行ってみませんかということで前提をお送りいたします。花屋龍馬さんのことはね、この動画の一番最後にもうちょっとだけお話ししようかと思います。さあそれでね、今日のテーマなんですけど、海老名ですよね。海老名っていうところが今までどんな街だったかっていうのは、多分ね海老名サービスエリアっていうところが結構ね大きくって人気だよっていうところが皆さんねご存知だと思います。あと一つは、私はですね、エホバの証人の海老名ベテル教会っていうね、エホバの証人さんが配る本を作ってるところがあるんですよね。でそこには多くのエホバの証人さんが、まあお住まいになっていてね、日々勉強されている、そしていろんな奉仕活動されているってことなんですけども、私何度かね見学に行ったことがあったんでね、海老名っていうのはエホバの証人さんとサービスエリアかなと思ってたんですけども、ここに来てですね、海老名市長選がむちゃくちゃなんか注目を集めてきて面白い土地になってきたなと。私がだからね目をつけると、なんかね後からね、誰かが人気になるみたいなね、後乗りしてくるみたいな、もうこんなことは、ね、ないですけども、私の中では、あ、海老名にいろいろと意識を向けていると、なんか知んないけど他の人も海老名にのこうね注目をしてくるんだなみたいなことを感じちゃったりするんですけどね、まあ、私の思考とは関係なく世の中動いてると思うんですけども、とにかく海老名市長選、 N 国党の立花隆さんがね海老名市長選に出るということで、かなり注目かなと思います。同時にですね、また他の地区でもこういうふうな、ね、政治活動選挙活動をずっと続けてきて、地方議員さんを、ね、生み出しながら自分も参議院に参加して、で今度は衆議院も狙おうとしていると、国政を取るんではないかなと私本当に思いますね。でこの海老名市長選で本当にですね、公約とされているビッグ2ですよね、公務員さんの給料を倍にするとかね、 NHK の受信料を払わない人に5万円を年間支給するみたいなことが、これはですね実現するんではないかなと思います。まあ、ですのでこれからどんどん海老名に注目していきたいと思いますし、私もね海老名に少なくとも法人を置こうかと思いますし、海老名のねいろんなビジネスを網を張って待ち構えようと思ってるわけですよね。これからね海老名に網を張っておくといいと思いますよね。とりあえず検索にはかかりやすいのが海老名でございます。海老名もしくは市長選もしくは N 国党立花隆ということですね。これから10年ぐらいはねタグに N 国党とか立花隆って入れとけば間違いなくアクセスは上がると思いますけども、皆さんいかがでしょうか。はい、そしてですね、花屋龍馬さんの話をちょっとしたいと思います。花屋龍馬さんの動画っていうのは、私が感じるに、私のね やってる動画にすごく似てるのは、自分の考えてることをねこうやって短い時間でお話しされてるんですよ。それで自分の過去ってのはあんまり語らないんですよね。で自分の過去を語るときは、一つのエピソードを用いたときに、例えば私はねってことで引き合いに出すことはありますけども、自分の人生はどん底だったんで、それがこれ、ね、逆転したのはこのビジネスのおかげですよ、さあ買いましょうっていう風な形になってないんですよ。まあ、それをやっても全然いいんですけど、花山龍馬さんの場合は、すごくね私に似てるような放送してるなって思うのと、あともう一つね、花山龍馬さんはすごくね自己否定のプロだと思います。すごく上手だと思います。自分は本当にどうしようもない人間でダメな人間だった、でもなんとかここまで来れたんで、この動画を見てる皆さんは自分よりももっと素晴らしい存在のはずだからっていうことで、すごくね人を励ましてくれるんですよね。そのために自分がもうねどんどんこう自己肯定感を下げていって、自分はそんなに大した人間じゃないってことを強くアピールしてるんですよね。だからそう思えることが本当はすごいんですよ。ほとんどの方っていうのは自分の人生に意味があったというふうに思ってしまいますし、自分の考えっていうのは多分正しいだろうと思ってしまうんですよね。そういうことによって自己肯定と自己肯定っていうのは衝突して、戦争になる、争いになるって話をしましたけども、花屋龍馬さんの場合はあくまでもねそうではないんだと、
まだ自分には可能性があるはずだ、皆さんには可能性があるはずだっていうふうな語りかけをしてくれるんですよね。いや、この辺がね、なんか気が合いそうだなと思うところなんですけどね。いや、とても素敵な方に私は出会えたなと思って嬉しいですよ。それでは皆さんもね、花屋良馬さんの今回ね、人は必ず変われるというね、自己破産過去をお話ししますという動画、ちょっと長いんですけども、こちらの方ね、私はお勧めします。まあもちろん長いんでね、時間がある時にということなんですけども、まあ今回の動画のまとめでね、通常、例えばこうやって YouTube をしてる人が誰かの YouTube チャンネルを見ましょうなんて紹介すること本当はないんですよ。なぜなら本当はね、自分の動画ばっかり見てほしいんですよ。自分の動画ばっかり、私の動画見てくださいと、他の動画なんて見ないでくださいみたいなことするわけなんですよ。見ないでくださいとまで言わないにしても、あんまり他の人を引き合いに出すことはありません。自分の視聴者さんの自分の動画を見てる時間が他の方に流れてしまうことを恐れるからなんですよ。でも私はそんなことを恐れません。私がね、 YouTube 上で出会った方、リアルで出会った方、この人いいなと思ったら、自分の損得抜きにこの人どうですかっていうふうに紹介したい気持ちにね、たまになるわけですよね。本当にね、再生数が10万、20万、チャンネル登録者数が50万100万っていう方を私は紹介したことがありませんけども、この花屋良馬さんはね、ちょっとね、何かをもらってるわけではないですよ。でもね、こういうふうに YouTube 活動をやっていける人が出てきてるっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。ぜひね、皆さんも参考にして花屋良馬さんから学んでいただきたいと思います。花屋良馬さん万歳。では失礼します。あ、丹下さんありがとうございます。